日本一ソフトウェアプレゼンツ。画面の前の皆様、こんにちは。村人Qでございます。ホタルの日記、今週もやってまいりましょう。前回ね、ワンワンを倒して、そしてね、こちら風のステージにやってまいりました。ここではね、傘を持ったミオンちゃんが、風のね、送風機の風に煽られながら、ふわふわと飛んでいくっていった感じのね、ステージになっておりまして、これであれですね、この前にいるやつを飛ばしてやって、ここの箱を押してやると。で、落としてやって、下に降りてきて、で、こう押すって感じですね。あれ？あ、そうか、これあれか。これ、影ホタルで押してやって、水位を上げてやると。で、そうすると、うまいことね、ここに来ることができます。そうだったね。前回、ここの、で、そしてね、ここのキノコ。このキノコに触れると、ミオンちゃんね、おかしくなると。いった感じでございました。こうですね。で、この、あれでダメなのか。またこっからか。ちょっと面倒ですね。おそらくだけど、もう一回水位を下げないといけないんだね。今の見る感じ。もう一回水位を下げないといけない。で、キノコになった時に、多分ホタルと逆方向に行くんですよね。なので、それを踏まえてちゃんと操作していかないといけないと。前回の、犬というか番犬、ミサイル撃ってくるやつね。番犬がミサイル撃つってどんな世界でって話ですけどね。ミサイル撃ってくる番犬、を倒したところでも結構ね操作が難しかったんですが、あんな感じで結構操作がね難しくなってくるとは思うんで、しっかりと、操作はねやっていきたいなと。こっからね本当に操作難しくなってくると思うんですよね。でここでキノコに感染すると、はい、で合ってますね。ちゃんとボタンだから、なるべくその影ホタルじゃない、ホタルから離れないように動いてやるってことが必要で、ここで影ホタルでまた水位上げるのかな。また水位を上げて上に登るといった感じでしょう、多分。 OK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 。 で待って待って、ホタル？ホタル？あ、ここに移動してくるのか。お、久しぶりの、これあれですね。あ、行かない。久しぶりの、この記憶の、なんだっけ、記憶の何かだ。ちょっとね、前、多分結構何個かスキップしてきてるんで、いろいろね、あれですね、もういろいろ分からないというか、いろいろ飛ばしちゃってるんで、多分ね、連続性はないはず。なんか研究室みたいですね。お父さん、パパ、多分これがパパです。ここ来ると結構 音量がね、でかくなるんで、多分編集では一括で音量調整してるから、ここはね、普通にでかく聞こえてると思います。え、これでかく聞こえてんの私だけじゃないよね。お、葉っぱを触ることができたよ。お、伸びる、縮む。お、何か出て、また戻る。いろんな植物がありますね。パカパカと。これ2回以上インタラクトできますね。種、ここの上の植物には触れそうにない。で、ここのなんか割れた種はなんかあれなのか、植物の研究をしてる人だったのかな、お父さんは。なんかおかしな植物ばっかり研究してますね。
種が欲しい。じゃ種を持ってきましょう。ここの机にある種を取る。でそしてこれをお父さんにプレゼントすると。もう娘からのプレゼントですから、もうお父さん発狂もんですよ。はい、よしよしって。お、なんか咲いた。ところで記憶は途切れると。でそしてまたキノコになりますよと。さあそして次は下に行って、そこになんかいますね。怖いですね。食べられそう、食べられそうなんで、こちら側に移動しておきましょう。やはりあんまり離れすぎると操作がめちゃくちゃ難しくなっちゃうんで、ここは慎重に慎重に。で上かな、上に行くってことはそれはすなわち下にね、ホタルを移動させてやると。でプレスキー、違う、そうよ。難しすぎて。でなんか上に、お、キノコ切れた、キノコ切れましたよ。怖いんでセーブ入らないから。あ、セーブ入った。 OKOK、 難しいキノコゾーン抜けましたね。さあそして何もありませんが、まあ、とりあえずここのスイッチを押したら多分この橋がペコンってなるんでしょう。またキノコがある。これは登れそうにないし、またキノコを取らないといけないみたいですね。さあそしてまたキノコに頭をやられていく。これは上行っていいんじゃないかな、なんとなく。これも上行って、上に行きまして、上に行きまして、でここを引いて、え、あ、なんだ、キノコなくてもいけるじゃんこれそのまま行くとどうなるんだろう。まあ、そのまま行っても何も起きなさそうですね。なんか上に行かないといけないっぽい。でも正常に動けるんで、正常に動けたらもうここまでね、積み重ねてきたものがありますから、私だってね。まあね、それも、押してないとダメなのか。数日ね、あ、ここにいたのか。ん？で、これは？あ、これで止まる。あ、違う、これ止まってもあれか。単純に、ミオンがあれなだけで、ここ、影ホタルで落とせんのかな、はしご。多分落とせてて。あ、で、ここ、こうやってる間に、この影ホタルであのレバーを操作してやると。落とせないじゃん、はしご。ここを伝って、よいしょ。で、レバー操作してやると、そうなると。これ、多分、そのまままっすぐ行っていけると思うんですよね。OKOKOK。でなんかちょっと、まあとりあえずなんかまっすぐ行きますか。なんかまた化け物というか怪物がいますが、あーっと、でもなんかあれだね、なんかあそこのボタンを押さないときつそう。これあれかな、ちゃんとキノコを取っとかないといけないパターンかな。キノコを取らないとこの送風機で上に飛べない？あー、や、多分キノコあると飛べるんですよね、多分ね。すごい適当なこと言ってるけど、これここ行っても次どう動くこともできないんで、おそらくはキノコ必須なんじゃないかな。
ちょっとキノコ取りに戻りましょうか。キノコ持った状態でここまで来て、これでしっかりと浮いていくといいですよ。ちゃんとうまくいってる。ああダメなのか。あそこにもなんかいるわ。これは影ホタルで操作しないと無理っぽいですね。なんか来てる、なんか来る。これちょっと遅かったかな。これ多分ここを押したら上がパカッて開いて、なるほどね、そういう開き方すんのね。まあまあまあ、もう一回分かってしまえばもう簡単ですよ。うん。で、ちゃんと通り過ぎてから、こうパカッて開くと。よいしょ。止まらないんだけど。これ、影ホテルの操作で止められるのかな？杭というか。針山。こいつは？こいつもできない。なんか上にあるやつができそうだったんで、できるかなとも思ったんですけど、間に合わない。影ホタルを操作する前にちゃんと左側に寄せとかないといけないですね、ホタルの方を。でこうしてある程度左側に寄せといてからこうよ。そう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 。え？ここら辺だと戻されるかな。結構シビアだね。おきょおーおーおきょきょきょ。 いったが、待って、影ホタルでなんか操作できそうだった。あ、これをなんか引っ張れんのかな。なるほど、これを押すことによってあ死んじゃいそう。ちゃんと押してあそこまで行かないとダメなんだ。あ、オッケー。風を強めて やらないと半分のところまでしか行けないんでってことでしょうね。よいしょ。またこっからだ。こうすることによって上での風が弱まるん で、ここは次はこれを押しとくということですね。しっかりと上がっていく。 OK。 待って、セーブポイント。オッケーですよ。でなんか上に行くと死んだ。あれ、上のちゃんとこの横に移動するやつに乗っていかないと、乗るっていうかその下にいないと上にいる影のね、物たちにやられちゃうんで。
まあ、しっかりとここは OK、 こんな感じで、ここを押せばなんかソフがやみそうだけどやまない。えい、あーなんかいけた、ここかな、よいしょ、待ってー。というわけでね、ちょっとこっからはもうちょっと時間かかりそうなんで、また次回に回しますか。というわけでね、いや、まだ、もう、行くか。もう、キノコゾーン抜けよ。終わろうと思ったけど、もう、キノコゾーン抜けましょう、ちゃんと。うん、まあ、編集でカットしてね、まあ、20分、30分は超えないように、ね、まあ、編集はすると思います。多分。さあ、行くげ。あ、待って、行かないで。行かないで。行かないで。行かないで、待って、もういいけど、もういいけど、まあ、もうこいつが過ぎ去るまで待とうか。あ、これでよくて、でここでほいっと、でここでこいつを押す。待って。で、どうするかだよね。ここも最初に押しとかないといけないのかな。この右側の送風機のところにインタラクトしておくと。で、次、こいつ、黙らしといて。で、ここの送風ボタン、ここのボタンを。押す。あの死ぬ未来しか見えないんだけど、こいつに食われる未来しか見えんのだけど、もう一回押すだよね。これでもうここら辺でここを押す。ちゃんと押せてなかったんだ。ちゃんとボタンを押すと、ちゃんとボタンを押すと送風機が止むようになってるんですね。なるほど。だからちゃんとボタンを押せてなかったんだ、今まで。カギホタルで。多分。勝ちって言ってなかったもんね。あの緑のランプになってなかったから。だからここの影を伝って、で押しとく。オッケー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 、とりあえず抜けたぞ。でまたこのイライラ棒みたいな、イライラ棒みたいな、ね、あそこでまたあれですね、うまいことここと同じようにやっていくといった感じでしょうか。やばい。やばい。死ぬ未来しか見えない。当たり判定がやっぱ影にあるんで、そこがね、めちゃくちゃ難しい。こうなるとおしまいなんだよな。引きこもる。ここがなんかめっちゃ難しく感じるんだよね。いける？いける？いける？頑張れー！逃げろー！オッケー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 、逃げた。セーブ。セーブは？
え、セバ。お、また記憶の葉っぱですね。今回記憶の葉っぱ2連続だ。ちゃんと取れてよかった。お母さんもなんか研究所で働いて、なんか前見たね、確か。お母さんも確か研究員みたいな。で、なんか持ってこいと。青と赤のうにょっとしたやつ持ってこいって言われたんで、持っていきましょう。これもね、娘からのプレゼントですから、お母さん大喜び。もう発狂もんですよ。さっきも同じこと言ったわ。何あれ。なんだあれ。あ、で、しっかりと、あ、さっき助けたコンベアじゃないか。まさか恩返しに来たのかい？ありがたいですね。じゃあ、ここをしっかり行っとかないと、上の歯車に殺されるんで。セーブ。セーブ。なんか下から上がってきて、なんか上で押し潰される。オッケー、セーブ入った。いいよ。いや、キノコのところ抜けたいって言ったんだけど、結構長そうですね、まだまだ。どうせこれ引くんでしょ。そういうことよ。どういうことやねん。これは一回降りないといけないんですか？なんかうまいことあそこのレバーをもう一回操作していかないといけなさそうなんですが、下どこまで下がれる？だから俺ここまで来ちゃうともうきついってことですよね。一回ここで死ねっていう、これ死ぬためのあれですね。死ぬために用意されたノコギリですね。まあ、というわけでね、まあ、ちょっとキノコの部分長そうなんで、まあ、もう一回ぐらいあるから、まあ、とりあえず今日はね、もう結構時間かかっちゃったんで、またね、次回、やっていこうかなと。これいけるんじゃない？もしいけたらまた、あ、ダメだ。押しちゃダメなんだ、これ。押しちゃダメっていうか、そこ戻らないといけないのか。じゃあまたね、ノコギリに突っ込みまして、今週はね、終わりたいと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。